聖書を拝読します。イザヤ書53章5節です。しかし彼は私たちの背けの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。アーメン。インマヌエル聖歌台と西オーケストラの賛美と演奏の後、あなたはキリストです、1回目のメッセージを聞きます。愛する聖徒の皆さん、 GCN 放送の視聴者の皆さん、今日は城の手術です。まず城の手術の由来になった出来事の時点に遡ってみましょう。約2000年前、ユダヤ人の大きい礼祭杉越の祭りを5日後に控えたある日でした。イエス様がロバの子に乗ってオリーブ山からエルサレムに降りてこられます。弟子たちと大人子供を問わず大勢の民がイエス様を取り囲むように一緒に降りてきます。ある人たちは転ばが通る道の上に自分の上着を敷いたり、ある人たちは木の枝を取ってきて敷いたりしました。ホサナホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は糸高きところに、とイエス様に向かって看護します。これはチェカリアの予言の成就でした。チェカリア 9-9 にシオンの娘よ大いに喜べ、エルサレムの娘よ喜び叫べ、見よあなたの王があなたのところに来られる、この方は正しい方で救いを賜り、乳和でロバに乗られる、それもメロバの子のコロバに、とあります。この時王なるイエス様は杉越の祭りの子羊のように罪のための生贄になってくださるためにエルサレムに向かっておられました。つまり十字架を覆うために入場されたのです。これを記念する日が城の手術です。イエス様を看護していた群れが枝を取ってきて振ったり道に敷いたりしたのが城の木だったので、そう名付けられたのです。ではこの日から1週間、十字架で死なれてからよみがえられるまでのイエス様の御足の跡を簡単に調べてみましょう。ユダヤの1日は日没から次の日没までです。しかし皆さんが理解しやすく、今日の1日の概念と曜日に合わせて調べてみましょう。初日の日曜日、イエス様は民に喜んで迎えられながらエルサレムに入場されます。月曜日には宮を清められました。宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒されました。火曜日には宮に入って教えます。この時祭司長と民の長老たちが来て、何の権威によってこれらのことをしておられるのですかと問い詰めました。また言いがかりをつけようとあれこれ質問を投げかけます。しかしイエス様の権威ある答えに彼らは物が言えなくなりました。この後祭司長とパリサイ人たちはイエス様を殺すのにさらに躍起になります。水曜日にはベタニアのマリア、つまり死人の中から蘇ったラザロの姉妹がイエス様の頭に香油を注ぎます。マタイ 26-13 で、これについてイエス様は誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの福音が述べ伝えられるどころなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと言われました。イスカリオテユダはこれに不満を抱いて祭司長たちのところにいてイエス様を売ると約束します。木曜日の夜、イエス様は弟子たちと最後に杉越の食事をなさいます。食事の後は祈るためにゲツセマナに行かれます。十字架を追う前、汗が血の滴のように地に落ちるほど苦しみもだえて切に祈られました。
しばらくするとイエス様の前にイスカリオテユダが連れてきた祭司長の役人たちが立っています。ついにイエス様は彼らに捕らえられ、驚いた弟子たちは皆逃げてしまいます。イエス様はまず大祭司アンナスのところに引いて行かれます。そのうち夜12時を過ぎて金曜日になります。その後イエス様はもう一人の大祭司カヤパのところへ、また議会へと引き回されて、ユダヤの総督ピラトの前に連れ出されます。ところがピラトは、この件はガリラヤ地方を治めるヘロデ王の支配下にあると分かると、イエス様を彼のところに送りました。しかし、ヘロデはイエス様をピラトに送り返し、イエス様はついにピラトから死刑を宣告されます。こうしてイエス様は木曜日の夜12時ごろから金曜日の午前9時、十字架につけられるまで、あちこち引き回されて苦しみを受けられました。ひどく鞭で打たれ、椿をかけられ、蔑まれ、あざけられたのです。十字架を追ってゴルゴダの丘に登られたイエス様は、十字架につけられてから6時間後午後3時に死なれました。皆さん、どうして短い夜の間にあちこち引き回せるのかと思うかもしれませんが、エルサレムに行ったことのある方は理解できるでしょう。イエス様の時代のエルサレムは小さかったのです。今は拡張して広くなっていますが、昔は城壁の中に全部あったのです。ヘロデ王の宮殿もピラト総督の官邸も大祭司の家もその中にあったから、移動するのにあまり時間がかからなかったのです。しかし葬られて3日目の日曜日の明け方、イエス様は死の力を打ち破ってよみがえられました。生徒の皆さん、今日の城の主日から1週間は主のお苦しみを思う受難週として守ります。1週間、四福音書に記されたイエス様の御足の後に思いを潜めながら敬虔に過ごしますように。特に金曜日は一食以上断食して主のお苦しみに預かりますように。皆さんの自由です。一食でも二食でも一日でもいいのですが、少なくとも一食以上はするべきでしょう。受難週は一週間ですが、イエス様が金曜日に十字架につけられて死なれたことで受難は終わります。その後は自由の身になって、下の黄泉に行って伝道されました。救われる人々のいるところに行かれた後、聖書にもありますね。愛する生徒の皆さん、ペテロはイエス様に、あなたはキリストですと告白しました。この告白通り、イエス様は十字架で死なれてからよみがえられたので、イエス・キリストになられました。それではキリストはどんな方なのか、第一、キリストの意味について調べてみましょう。イエスとイエス・キリスト、この2つの名にはとても大きい違いがあります。生徒の皆さんはほとんど知っているでしょうが、新しく来られた方、初心の者の皆さんは必ず心に留めて区別してください。説教する方々はちゃんと使い分けておられますね。イエス様と表現する時とイエス・キリストと表現する時を正確に使い分けてメッセージを伝えておられますね。マタイ 1-21 で主の使いがヨセフに神の名誉を伝えています。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとあります。男の子を産みますと知らせてくれます。今日のように病院で調べて性別が分かる時代ではありません。旧約に予言されている通りなのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとあります。つまりイエスは
ご自分の民をその罪から救ってくださる方という意味です。もう一度読みます。ご自分の民をその罪から救ってくださった方です。とありますか？いいえ。合っていますか？はい、正確に使い分けてください。今どういう意味かわからない方もいるでしょうが、この機会にはっきり覚えておきましょう。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですとあります。つまりイエスはご自分の民をその罪から救ってくださる方という意味です。未来形ですね。過去形ではなくて未来形です。これから救ってくださる方なのです。ではイエスは私たちの救い主ですか？そうではありませんか？自信を持って答えてください。イエスは私たちの救い主ですか？違いますか？そうですね。ご自分の民をその罪から救ってくださる方なのです。未来形なのです。これから十字架を追って救い主になってくださる方なのです。だから今はまだ十字架を追う前だから救い主ではないのです。これを正確に知っておいてください。私が前海外に行って主のしもべセミナーを導くと、少なくとも5000人、6000人、8000人くらいは集まりました。主のしもべだけでも。そこでこれを教えるとみんな目をまん丸にするのです。イエスは私たちの救い主ですか？と質問して、そうではありませんと言うから非常に驚いて戸惑うのです。でもその後説明を聞いたらほっとするのです。そして終わった後私のところに来て言います。こういう簡単な真理も分かりませんでした。それを知らないで祈る時も間違っていました。とこんなに簡単な真理もわからないのです。うちの教会で1000人か2000人集まって主のしもべセミナーをしたことがあります。旧聖殿がぎっしりだったから2000人くらいだったでしょうか。その時もこれを教えたらみんな目をまん丸にするのです。でも説明を聞いて理解できたから私のところに来て言うのです。こんなに簡単なこともわからないままイエス様の皆で祈りますと間違って言っていました。これからはイエス・キリストの皆によって祈りますと。でも後で見てみたら心に留めた人はイエス・キリストというのですが、相変わらずイエス様の皆で祈りますという人もいました。聞いても心に留めなければ。キリストはメシアというヘブライ語をギリシャ語に翻訳した言葉です。メシアとは油注がれたものという意味です。旧約時代には神様が王や祭司、預言者を立てるとき頭に油を注ぐようにされました。イエス様は人類を救うために王、祭司長、預言者の務めを受けてこの地上に来られました。そして十字架につけられて死なれました。しかしイエス様は罪が全くないので死の力を打ち破ってよみがえられました。敵である悪魔サタンは罪のないイエス様を殺したので抗議の方を犯してしまいました。それで主を救い主として信じる人を主に渡すしかなくなりました。イエス様はこのように敵である悪魔サタンの奴隷だった人の子らを取り戻されたので、天地万物の誠の主人、すなわち王の王、主の主になられました。したがってイエス・キリストとは
ご自分の民をその罪から救ってくださった救い主という意味です。救ってくださる未来形ではなくて、救ってくださった方なのです。イエスとイエス・キリストはこのように違うのです。したがってイエス・キリストとは、ご自分の民をその罪から救ってくださった救い主という意味です。だから救い主はイエス・キリストなのです。イエスではなくて、と思わないでください。はっきり説明したでしょう。祈る時もイエス様の皆で祈りますと言うと、敵である悪魔は恐れません。イエス・キリストの皆で祈ってこそ恐れるのです。救い主の名、私たちの主イエス・キリストの皆で祈る時は恐れるのですが、イエス様の皆で祈る時は、まだ救い主になられる前、十字架につけられる前のイエス様のことだから恐れないのです。このように大きい違いがあるのです。イエスとイエス・キリストの意味はこのように違うし、その権威も大いに違います。生徒の皆さん、第一にキリストという意味を調べてみました。第二として、本文の御言葉を中心にイエス様が受けられたお苦しみの意味を調べてみましょう。イエス様がイエス・キリストになられる過程は、名前に一語だけ付け加えればいいのと違って、決して楽ではありませんでした。イエス様はこの地上で働かれている間、口にされる一言も、些細に見える行い一つも意味なしになさったことはありません。まるで縦糸と横糸を精巧に織り合わせて一枚の美しい生地を作るように、すべてを正確な御心と摂理に従って行っていかれました。その間、たった一瞬も緊張を緩められませんでした。何よりも罪の許しの抗議を満たすために、ご自分の全生涯はもちろん、全身を投げ打って苦しみの道を歩まれました。結局最後の血一滴まで注ぎ出すほど完全に犠牲になられました。これによって初めて救いの摂理が公義に従って全うされたのです。本文イザヤ53-5前半節に、しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの背きの罪を贖うために差し通され、血を流されたのです。私たちの咎のために砕かれたとあります。鞭で打たれて、茨の冠をかぶられて、全身が傷だらけになられたのです。そうやって主が私たちの咎のために砕かれて、私たちの病を代わりに負ってくださったから、それを信じる人は癒されるのです。私たちの病を代わりに負ってあがなってくださったからです。だから皆さん、未だに病気が癒されていない方、持病で苦しんでいる方、皆さんが完全に信じるなら癒されないはずがありません。信じないから、まだ完全に信じていないから病気なのです。本当に信じるならどうなりますか？ヘブル10章にあるように、真心になります。偽りない心に変えられます。真心と全く信仰を所有しているのに癒されない方いますか？そんなはずはありません。聖書は絶対で間違いないからです。しかし彼は私たちの背きの罪のため差し通され、私たちの咎のために砕かれたとあります。イエス様はこの予言通りに十字架につけられて、槍で突き刺されて水と血を注ぎ出されました。その理由は何でしょうか？私たちの背きの罪と咎をあがなうためでした。まず十字架に手と足を釘付けにされたのは、人が手と足で犯したすべての罪をあがなうためです。人はしてはならないことをどんなにたくさん手でして、行ってはいけないところにどんなによく足で行くでしょうか？
その代価は何でしょうか。裁きと恐ろしい刑罰です。手がなければ手で罪が犯せないでしょう。人を殴ったり盗んだりすることも手がなければできないでしょう。手でたくさんの罪を犯すのです。そして足がなければ歩けないから罪を犯すところに行けないでしょう。だからイエス様は両手両足で罪を犯して地獄に行くよりは片方を切り捨ててでも天国に行く方がいいと言われたのです。目で罪を犯すよりはえぐり出してでも罪を犯さない方がいいのです。目で見て情欲を抱いて勧誘して不貧困を行うと地獄に行くから、それよりは片目をえぐり出してでも天国に行く方がいいのです。イエス様は大げさに言っておられるのでしょうか。いいえ、本当のことを言ってくださったのであって大げさでもないし怖がらせておられるのでもないのです。皆さん、聖書に記されている通りに裁かれます。見逃してもらうことはありません。神様は聖書に書いてある通りに公義によって裁きを行われます。手加減とかありません。罪の代価は何でしょうか。裁きと恐ろしい刑罰です。罪の代価、旧約の律法は目には目、歯には歯で罪の代価を払わせようと命じています。つまり人に悪意を持って害を加えればその人にも同じようにするのです。命には命、手には手、足には足で償うようにしました。これは罪についての抗議がどれほど正確なのかを悟らせてくださるためでした。一時は神様をすごく愛してたので勘弁してもらえませんか。いいえ、そんなことはありません。現在の信仰が図られるのです。罪を犯したらその代価を払わなければ、悔い改めて許されたならいいのですが、許されなかったなら罪の報いをそのまま受けるのです。第一ヨハネにあるように、死に至る罪を犯してことさらに罪を犯し続けたなら、その人は神様を信じる人ではありません。信じるなら決してそんなことはできないのです。信じるなら、このような正確な抗議に従って救われない罪や死に至る罪を犯せば、ローマ 6-23 に罪から来る報酬は死とあるように、霊的な死、すなわち地獄の永遠の刑罰に落ちます。イエス様はこの恐ろしい地獄に行くような罪を犯すなら手足を切り捨てなさいとまで言われました。マルコ 9-43-45 に、もしあなたの手があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい、片手で命に入る方が両手揃えていてゲヘナの消えぬ火の中に落ち込むよりはあなたにとって良いことです。地獄の火は永遠に消えないのです。もしあなたの足があなたのつまずきとなるならそれを切り捨てなさい、片足で命に入る方が両足揃っていてゲイナに投げ入れられるよりはあなたにとって良いことですとあります。皆さんが地獄の恐ろしさを本当に知っているなら、手足を切る苦しみの方が地獄の苦しみよりずっとマシだと心から告白するでしょう。父に感謝のことに、私たちが手と足で犯したすべての罪が許される道が開かれたのです。罪を告白して主を救い主として受け入れる人は誰でも全ての罪を許していただけるようになりました。これは真理を知る前に犯した罪です。死に至る罪が何かもわからないまま罪だと知らずに犯した過去のことです。それは悔い改めれば許されるのです。イエス様が私たちの代わりに十字架に手と足を釘付けにされて罪の代価を払ってくださったからです。だからといって主を受け入れた後は安心して罪を犯してもいいという意味ではありません。罪を犯さないで光の中を歩もうと努めるとき、
主のたっといちがすべての罪から清めるのです。でも主を受け入れて聖霊を受けた後、真理を聞いて罪が何か知っているのにことさらに犯し続けるなら許されないのです。それは神様を信じる人ではないのです。聖書にははっきり書いてあります。神様を信じるというならそれは嘘なのです。黙示録にある通りに、偽りを行う者は救われないのです。外の暗闇に放り出され、地獄の火に投げ込まれるのです。第一ヨハネ 1-7 に、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとある通りです。私たちが闇ではなくて光の中を歩んでいて、真理を行っていてこそすべての罪が清められるのです。半分は真理に、半分は真理と反対のもの闇にと二股をかけていては、罪は清められることはできません。光の中を歩み続けていてこそ、ついには完全に清められるのです。聖徒の皆さん、十字架刑は当時最もむごい死刑方法でした。十字架につけられると一瞬で息が絶えるのではなく、体重で体が下がって激しい痛みを感じ、呼吸困難、脱水による喉の渇き、毒麦に血を吸われる苦しみと恥ずかしみを受けながら徐々に死んでいきます。このように言葉にならない苦しみを受けられたのは、贖いの抗議がどれほど厳格なのかを示しています。ある程度代価を払おうからといって罪が現れるのではありません。贖いの原理と抗議にかなう犠牲が必ず伴うべきなのです。それでイエス様は十字架につけられて激しい苦しみを受けながら水と血を注ぎ出されたのです。そしてイエス様がつけられた十字架は木でした。これは律法の呪いから贖い出してくださるためでした。カラテヤ 3-13 に、キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。私たちを律法の呪いから贖い出してくださいましたとありますが、ここで律法の呪いとは何でしょう。何ですか。十字架の言葉のメッセージ聞いていませんか。律法に何と書いてありますか。罪から来る報酬は死ですとありますね。律法、神様の御言葉に、罪を犯すと死ぬとあるのです。この律法の呪いから贖い出してくださったのです。なぜなら、木にかけられるものはすべて呪われたものであると書いてあるからですとあります。イエス様が木の十字架にかけられて、代わりに呪われて血を注ぎ出して私たちの罪を贖ってくださったのです。ここで律法の呪いとは、律法を破った人に臨んだ呪いのことです。ローマ 6-23 に、罪から来る報酬は死ですとあるように、私たちは律法を犯したので死という呪いを受けました。罪のないイエス様は私たちの身代わりになって呪われた罪人のように木にかけられたのです。生徒の皆さん、彼は私たちの背きの罪のために差し通されという予言が成就して、イエス様は十字架につけられただけでなく、槍と茨で突き刺されました。これに込められた説理は何か調べてみましょう。ヨハネ 19-34 に、兵士のうち一人がイエスの脇腹を槍で突き刺した、すると直ちに血と水が出てきたとあります。ローマの兵士は槍ですでに死んでおられたイエス様を突き刺しました。まるで獰猛な獣が餌食の息がすでに止まったのを知っていても、その死体を荒々しく引き裂くようにです。これは人の残忍さを見せている場面です。人がどれほど悪いのかを表しています。イエス様はこのように悪い人たちを救うために命まで渡してくださったのです。生徒の皆さん、人って本当に悪いですね。クリスチャンだと言いながら悪い人もたくさんいます。例えばテレビで格闘技試合が放送されます。それで世界的に喧嘩の強い人たちが集まってリングに出て殴り合います。見ていると目を殴られて怪我をして血を流したりします。
そうやってもう一発強く殴られて倒れて意識を失ったら、観客はどうしますか？かわいそうにと涙を流しますか？興奮して盛り上がります。殴られて血を流して怪我をして倒れている人を見て喜ぶのです。そして殴った人はリングのロープに飛び上がってパフォーマンスをします。すると大喝采します。よくやったと。これだけ人は悪いのです。皆さん、立場を変えて考えてみてください。自分の夫が、子供が選手になって試合に出て殴られているならどうでしょう。それを一緒に見ている友達が、近所のおばさんが喜んでいるなら、その人が好きになるでしょうか。自分の夫が、子供が殴られて血を流しているのに、それを見て喜ぶ人がいるでしょうか。ありえないでしょう。自分の家族じゃないから、他人だから、そんなに殴られて血を流して倒れているのを見て喜んで興奮するのです。どんなに悪いでしょうか。なのに、そういう試合が好きな男性生徒がいるなら、自分の心がそれだけ悪いということを悟りますように。心の良い人はそうはできません。イエス様はこれだけ悪い人たちを救うために無謀刑罰を受けられたのに、神様の愛を感じられません、主の愛を感じられませんと言うなら、一体その心はどうなっているのでしょうか。神様がこれほどに私たちを愛して一人子まで渡してくださったのに、その愛を感じられないという人は、じっくり考えてみてください。自分の心はどうなっているのか、なぜ感じられないのか。あまりにも罪を犯したからでしょう。悪をたくさん行って、神様の御言葉光にとどまっていないから、心に悪がぎっしりで善がなくなるからそうなのです。またイエス様が槍で突き刺されたことは、イエス様が人となってこの地上に来られたことと、人である私たちも神の子聖父に預かることができることを意味しています。槍で突き刺されて流れ出た血は私たちを清くするたっと血であり、水は義としてくださる力ある御言葉です。このような摂理 一つ一つがどれほど大変なるものでしょうか。イエス様は鋭い棘にも突き刺されました。王の王であるイエス様が金銀宝石ではなく狂気のような茨の冠をかぶられました。ローマの人たちは長くて鋭い棘がついた茨で、頭よりわずかに小さい冠を編んでイエス様の頭の上に押し付けてかぶされました。その棘がイエス様の頭に食い込みながら皮膚を裂いて、顔は血に染まりました。これは憎しみ、妬み、そねみ、裁いて罪に定めること、勧誘、むさぶりなど、人が思いと心で犯す罪を許してくださるためでした。聖書では心に罪を抱いたり思いで罪を犯すこともすべて罪だと書いてあります。心に罪を抱いたり思い出罪を犯すこともすべて罪なのです。マタイ 5-28 に、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で勧誘を犯したのですとあり、第一ヨハネ 3-15 には、兄弟を憎む者は皆人殺しですとあります。直接刃物で殺さなくても人を殺すことはたくさんあります。兄弟を憎んで、しかも同じ教会の生徒を憎んで訴える人さえいます。教会では生徒の間ではお金の貸し借りとか保証になることを禁じているのに、自分の欲に惹かれてしておいて損をしたら相手を訴えるのです。これはどれほど大きい悪でしょうか。御言葉に従わなかったことも神様の前で大きい罪なのに、このように思いと心に抱いた罪は結局行いにまで発展したりします。ですから、我がために茨の冠をかぶられたイエス様を信じて罪許された人なら、思いと心まで清めていくべきではないでしょうか。
聞いたメッセージを思い出して一緒に祈りましょう。ハレルヤ、愛の父なる神様、恵みと愛に感謝いたします。今日城の手術を迎えて、私たちの主イエス・キリストについてメッセージを聞きました。私たちの心に深く刻むようにしてください。イエスとイエス・キリストという名の違いを悟って、私たちの救い主になってくださったイエス・キリストの愛とそのお苦しみを、この1週間思いながら心に刻み、神様の愛を悟るようにしてくださり、私たちもイエス・キリストのように神の子聖父に預かるように祝福してください。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。映像で用意された同会女先生の癒しの祈りを受けます。具合の悪いところや患いのあるところに手を当てて、心の願いがある方は胸に手を置いて信仰を持って祈りを受けますように。ハレルヤ、全能の愛であられる父なる神様、この時間祈りを受けるすべての生徒の家に安心してください。GCN 放送とインターネットと映像で祈りを受ける司教会と司聖殿、全世界の神の子供たちの家にも時間と空間を超えて働いてください。信じられる信仰を与えて、否定的な思いと疑いの勢力、あらゆる試練と困難も退けてください。頭からつま先まで、小臓、肋部、骨の節々、全身の神経、組織、細胞など具合の悪いところは皆精霊の火で焼け尽くして、初めの光で働いてください。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、すべての病気、病原菌、患いを下がれ、光を望め、不治の病、難病と難病も精霊の火で焼き尽くして完全に癒してください。マラリアなどあらゆる風土病も退けてください。風邪、咳、熱、疲れ、インフルエンザなどの流行性の病気も下がれ、どんな流行性の病気、病原菌も入らないように守ってください。胃がん、肺がん、肝臓がん、乳がん、子宮がん、大腸がん、皮膚がんなどあらゆるがんと、エイズ、白血病、脳卒中、高血圧、低血圧、心臓病、肺と胃腸の病気、糖尿、婦人病、皮膚病、甲状腺疾患と、すべての炎症も完全に癒してください。小児麻痺、中部関節炎、ヘルニアも完全になり、腰痛、頭痛、神経痛など、痛みは皆消えされ、転換、自閉症、うつ病、躁うつ病、ノイローゼなど、精神疾患も下がれ、すべての麻痺も解けて、立ち上がり、歩き、走れ、目もよく見えて、耳もよく聞こえるようにしてください。全く見えないものは見えて、聞こえないものは聞こえて、口の聞けないものは物を言いなさい。事故の後遺症も完全に癒して、折れた骨もつけてください。やけども完全に癒してください。熱気を下がれ、熱も下がれ、父よ、傷跡もないように働いてください。麻薬など薬物と毒物、劇物の中毒も完全に癒されなさい。死んだ神経と細胞が生き返って、死んだものも生き返らせてください。身ごもりの祝福も与えてください。身ごもりの祝福を受けよ。イエス・キリストの皆によって命じる敵である悪魔、サタン、空中の権威を持つ支配者である悪い霊どもよ、下がれ。その使い立ちも下がれ。この地上の悪い霊、汚れた霊、偽りや欺きの霊、争いを起こして惑わす闇は皆下がれ。すべての悪の絆を解いて闇を下がれ。光を望め。父なる神様、主を呼び求めて祈れるように、罪を捨てて清められるように強くしてください。魂に幸いを得ているように、すべての点でも幸いをくださり、家庭も福音化されますように。一週間もあらゆる事故と災いから守って、何をしても栄えるように祝福してください。聖霊の炎の壁で、天の軍勢御使いと主の燃える炎のような御目で、すべての神の子どもたちと家庭、職場、事業の場を守ってください。子どもたちには知恵と悟りを加えて、勉強もできる熱い心も増し加えてください。心と思いをこの世に奪われないように守ってくださり、神様を熱く愛するよう祝福してください。神の子供たちが
食べるにも飲むにも何をするにも神の栄光を表すように祝福してください。私は神様を見つけた、体験した、答えを受けた、祝福されたと証しする口になるようお働きください。父なる神様、感謝します。栄光をお受けください。我らの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おられ主、愛の主、それは命与える救いの主。